えー、こんばんばは午後8時を回りました水曜日の夜霞が関政策特権ですこんばんはよろしくお願いいたします、えー、この放送はですね、えー、おなじみですが情報セキュリティ製品などを開発しておりますソリトンシステムズのスタジオをお借りしまして、えー、放送をしております、えー、今月中旬から国会が始まります、えー、どういう論戦が交わされるか大変興味深いんですけれども今日はですね えー、政治家の方にお越しいただきまして、その展望論などについてお話を伺いたいと思います。えー、ゲストはこの方です、えー。共産党参議院議員小池晃さんにお越しいただきました。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。まあ小池さんあのー、もうすぐね、ええ、臨時国会というはい、はい、ことなんですけれども、ええ、まあいろいろその消費税の問題とか、うん、あるいはエネルギーとか、うん、まあ今 TPP がねちょっと遅れんじゃないかなって話いろいろあって、うん、話題は尽きないんですが、まずその前にですね。 この間の参院選7月、はいその、共産党がものすごく私はです、ねええ、伸びたと、はい、思うんですが、はい、共産党議員でいらっしゃる小池さん、そのまあ、じじ自分たちの評価も含めて、うん、あの結果というのはどういうふうに受け止めておられるんですか ややっっっぱぱりり結果にはっきり出たなと思うんですよね今までと違うなと思ったのは街頭なんかで訴えていても、うん、若い世代、うん、子育て世代、からサラリーマン、うん、そういう人たちが立ち止まって聞いてくれて、まあ割とあの関心を持ってくれてるなというのがあって、うんでまあ、東京選挙区なんかでいうと吉田よし子さんという30歳の,、ねはい、あの若い候補者が、まあ、あの最後はかなり。 ブーム的になってりね、うん、でやっぱりブラック企業の問題なんかを取り上げたことが、まあ、かなり若い世代なんかには胸に響いたのかなと、なんかその上から喋るっていうんじゃなくて、自分の体験で就職氷河期世代で苦労した体験なんか語りながら、やっぱりきちっとこう雇用の問題なんか解決していきましょうなんてね、<ー>そういうたえがかなり響いたかなというふうに思いますね小池さんご自身も今回、議席を、ええ、そうですで当然、そのもちろん選挙戦戦で戦われて、ええ。 おられれたんですけれども、ええ、小池さん自身はその街頭でいろいろ連接されていて、ええ、どういうイシュー、どういうトピックでそのさっき感触とおっしゃったんですけど、うん、どういう時にその完食完食というんですかねやっぱりあの、うん、原発の問題はどこでも反応は強かったと思うしあ,<ー>あとね後半、憲法ですよね、ちょっと安倍政治って怖いんじゃない危ないんじゃないのと、うん、やっぱり憲法を変える集団的自衛権。うんうんまあのの時はあの、うん 例の96条という話でね、うんうん、会見手続き緩和して憲法変えるって、うん、これは拘束すぎませんかと、うん、やっぱりその憲法9条の問題なんかがかなりねなんか僕なんかあのすごく実感したのは横浜かなで訴えていて終わってから団塊の,の世代ぐらいのね男性が来てで何言うのかなと思ったら私は学生時代に大変共産党にご迷惑をかけたと。 <は>まあ大体想像できるんですけど全、まあ、教徒世代かなんかだと思うんですが、ね <laughs> はい、えでもやっぱり、ね、今のこう安倍政権なんか見てると共産党にね頑張ってもらうしかないと、うん、で今度初めて共産党入れるとかなり今度は、まあ、今まで全く視野に入ってなかったそういう人たちがやっぱり共産党に注目したり。うん 共産党に、ね、一票を投じたというのは、手応えとして実感感としててはすす。ごくじま実際、今おっしゃったようなことも、うん、報道ベースでもいろいろ言われてて、私もそうかなと思ったんですが、うん、やっぱり選挙というとです、ね、うん、どうしてもあの気になるのは最終的な投票率はい、はい、で、やっぱ芳しくなかったですね、すね50%ちょっと超えたぐらいですので、うんうん、こういうのっていうのは、政治家の方っていうのはどういうふうに受け止めるものなんですかね。 やっぱり選挙全体通すと民主党がねやっぱり野党の中で一番、野党第一党なわけだけれどもこれが自民党と戦うその論戦の軸ってなかったじゃないですか結局だって消費税だって三党合意で決めたことだし原発の問題だって民主党政権時代にねまあいろんな問題の根っこを作ってるわけだからそういう意味ではその民主党対自民党っていうことではほとんど論戦にならないだらテレビの討論なんかで,でもほとんどこう論戦になってないんですよね。 それに対してやっぱりまあ共産党がやっぱりこう切り込んでいくっていう感じの論戦になっていったと思うんで、全体としてみるとそ、そういったこともあって、低調になった部分もあるんじゃないかなというふうに思いますねあとはまあねマスメディアがもう事前に自民党圧勝っていう流す、これはねやっぱりね、よくないと思いますよ、うん。うん、そうしたら自分言ってもしょうがないんじゃないかなと。かだから選挙予想っていうのは、僕は少なくとも選挙の期間に入ったら、うん、うんうん やめるとかやっぱりその選挙前ある程度やったとしてもね、これはやめたほうがいいと思いますよねだからね、私はもちろん選挙行ってますけど、でもやっぱり、だって、どうせ、いや、私も思いますよ、どうせ自分が入れたって自民党なんでしょとかね、普通思いますあとね、開票速報で、8時でバッと出すじゃないですか、当格って、あれもよくないと思うあんだすね。だめだと思うだってあれは、そうしたら自分が投票に行った意味は、何だったんだってことに。 なってしまいまいすよねだから、まあ、あの報道の仕方がは考えてほしいなとうう思うけれど、まあ、最大の問題はやっぱり、うん、なん対決軸がはっきりしなかった特にそこは民主党の問題が大きいかなとししまま、ね、そうなると対決軸、まあ、これからも恐らく国会で論戦でそういう基本線で共産党行かれると思うんですけどの今のイシュー、まあ、消費税にしても原子力にしても、ええ、いろんなイシューはまあ3つぐらい大きくあって 憲法の問題も挙げるにして、うんええ、例えば消費税と社会保障ってあるんですけれども、ええはい、これに対しては、共産党、あるいは小池さんはどういう軸で与党をこう攻めていくっていう、そういういお考えなんですかまあ消費税について言うと、うん、これはやっぱりあの、いろんな考え方、違いあると思うんですよね。 将来消費税増税増必要だとと思思っているしてる方もいると思うんですね、うん、で私たちは消費税ではない、うん、所得税やあるいは法人税所得税の累進強化、うん、あるいは法人税ということで、ねうん、やっていくべきだと思うんですけどやっぱり今ないだろうと今増税したらば、うん、これはアベノミクスを支持している人にとってだって、うん、もう全部台無しにしてしまう、うん、内需を冷え込ませて、ね、景気をまあ壊滅して腰を折ってしまう、うん、まあそういう点でとにかく来年4月に増税するのはやめるじゃないかということを。 まあ大いに訴えてでこの点では例えば、国会の中見ても、みんなの党なんかもね、増税凍結っていうふうに言ってますし、そういった党とも力、ぜひ合わせてね、まあ、増税中止っていう、そういう世論を盛り上げていきたいとまあ確かに増税についてはいろいろあるという、うん、自民党の中でもね、まあ、やばいんじゃないかって声があったりして、うん、あるいは逆に野党の方でも、いいんじゃないかって、うん、まあこれなんかね、ぐちゃぐちゃなんか政党の色っていうよりは、もうほとんどその議員さん個人個人の思想、哲学みたいになっちゃうと思うんですけれども、例えば、その。 財例えば財政の問題とかを考えたときに、その社会保障ってほっといても膨れていくっていう一応統計が出てますよね、それは高齢化に従ってと、年金も医療も当然増えると、そうすると僕はね、いつもこれ共産党やみんなの党の意見聞いてて、不思議に思うのは、財源をどうするのか っていうところなんですよねまずね財政でいうと、うん、じゃあ消費税増税して財政よくなるんですかと、うん、今度、しかもだって8兆円の増税をしながら、うん、6兆円の経済対策をやるわけですよ、うん、まあ,ある意味、私利滅裂になってきていると思うんですね、うんうん、それは確かにそうでやっぱりあの97年に消費税を増税しました、うん、3から5に、うんうん、であの時もやっぱり後追いで法人税の減税やったりして、まあ、かなりばらまいた。 でその結果何が起こったかというと、うん、あの一つ、やっぱり消費税増税で内需が冷え込んで景気悪くなって法人税、所得税のまあ税収そのものが減ったでそれに加えてまあ各種経済・景気対策やってばらまいたでその結果、消費税増税してから3年後に国税全体の収入が11兆円減っているわけですねだからそういう意味でいうと今回また同じことをやろうとしているわけですから私はむしろ増税したことによって税収が まあ、プラスマイナスゼロ、あるいはマイナスにぶれていく、こういう危険だってあるんじゃないかと思いますから、これは財源にならないでしょうと、そもそも、今度のこの増税は。確かにあの、あの橋本内閣の時ですよね、うん、消費税を3から5に上げましたはい、はい、という、その直後は、まあ、駆け込みもあったんですが、実はその後税収が、確かに総税収は。 下がった、はい、そうですねで5兆円消費税増えたけども、うん、それを上回る税収減があったんですよねで、あの時は所得税減税とか、そういう直接税の方をやったということの影響で、うん、総収入は減ったと、うん、で僕は、ね、世の中の人が勘違いしているのは、消費税を上げたけど、消費税収が下がってるんじゃないかっていう誤解がそれはないんですよ、ね、消費税率上げれば、これはもう、まあ、消費税ほど財務省にとって都合のいい税金はないと思いますから、もう税率上げただけ確実に税収は増えますから、そこ は増えるんだけどそれを上回って所得税法人税が減るということが、まあ、97年は起こったと起こりましたねで今回もこれに近いことが起こるんではないかといいう,うに思います、うん、ただそ、そこでもう1つ、ね、あのお伺いしたいんですけれども、うん、消費税っていうのは結構、まあ、税率が一定だからっていうのもあるんですけど安定を知っているとであんまり景気の波にそんなにぶれずにいくと。で一つあると思うのは 社会保障の財源として安定的なものを求めようじゃないかという政策自体は私はそれは正しいと思うんですよ、ね、うんただです、ね、それはねやっぱり税収をその安定するからっていうのは、うん、これもやっぱり財務省の論理だと思うんですねやっぱり景気、ね、も良くするっていうことと合わせて税収をしっかり確保するってことを真剣に考えるのが役所の仕事でねだからやっぱりそういう意味ではこんな楽しちゃいけませんよ。 僕はやっぱり、ね、社会保障財源というのであれば社会保障ってのは本来所得再配分というのがその政策目的としてあるわけですよねでその所得再配分の社会保障の財源として逆進性の最も高い消費税で財源を作るというのはこれは間違っているとで諸外国に至ってあの間接税を社会保障財源にしている国はありませんで社会保障税として設定しているのは直接税ですよ スウェーデンなんかも含めてねやっぱりその所得税、えー、累進課税の強化、であるいはその法人税で、法人税収税率高いって言うけど、課税ベースが狭いですから、実際の大企業の法人税の,その実効税率、実効負担率、これは結構低くなってますからね、やっぱり課税ベース広げるってことを中心にして、やっぱりこれで安定した財源を作っていくべきだと、で大体ね、3から5、5から8でこれだけ大騒ぎしてる。で私ねこれもし今回8上げたら 10できないと思いますよ、景気悪化して2025年の秋できないと思うんですよ、でね、やっぱり、ね、消費税で社会保障財源を作るというのは、これは、ね、無理ですよ、絶対うまくいかない、だって、うん、結局、そのことをやったらば、まあ、あの一番打撃を受けるのは、やっぱ社会保障を必要としているような、ね、所得、少ないそうなんですよね、でそこのに生活に打撃を与えといたら、ますます社会保障に要する費用が増えていく。うん 生活保護の、ねうん、財源なんかをどんどん膨らんでいってしまう、うん、でそういうふうになったらま元もともともないじゃないかとだから、やはりその、まあ、もちろん安定した財源という点では、うん、いろんな苦労はあるでしょうでも所得税や,やっぱ法人税というところで、ね、社会保障の財源は作っていくという道を歩むのが私はあの将来的にも安定した財源になると思いますでもね法人税はね、うん、もう話をするとまた小池さんといつも喧嘩になっちゃうんけ <laughs> <laughs> あの法人税とか 所得税っていうのは、まあ所得税はちょっとさておいて、うん、法人税はですねやっぱりね、これを理由にして、外に行っちゃう人ってのは、これがいるたくさんいることは事実なんですよね、でこれはね、うんうん、あのー、結局、その企業より発言って捉えられると、すごく心外なんですけれども、うんうん、やっぱり企業ってのは大、大常に雇用ね、うん、でこう創出してますし、あの賄ってますし、うん、そういう職場でもあるということからすると、僕はね、所法人税減税。 が必ずしも企業優遇だとしてもそれは企業の優遇ということではなくてやっぱりそこで働いている人とかねそういう人の生活もこれあるわけだしその,その稼いでくれる人が海の外に行っちゃったら身も蓋もないというところの反省に立ってまあ大平内閣以降一般消費税みたいな話があって頓挫したけど結局、竹下内閣で入れて3%入れたっていう,こういう今ま,までの,その日本の歴史,の中歴史をこう見るとですね 直接税をもう一回、そのおっしゃるように、法人税、所得税をきちんと取って、消費税をやめるっていう議論っていうのはもうね、なんか政治のこう体制にならないんじゃないか、だから何を言いたいかというと、共産党もですね僕はあの現実路線というか、今もう消費税そうなんだから、その中でこうどうやってかっていうことを考えた方がですねあん時議席も伸びてるわけですから、と思うんですよ、私、いつもそう思うんです、ね、いだかン 5%, 5の消費税を今、だから下げろなんていう主張は、うん、まあこれは。 私はまあ下げていくべきだとは思うけどそこまですがにそれと、うんあのー、海外に出ていく、うん、それは実際としてはそうです、うんで、それはじゃあ税率が高いからなんでしょうかと、私は、ね、やっぱり重、ね、要だと思うんですよ、うんあのー、経済産業省の企業の行動調査を見ても、うん、なんでその海外の進出を決めたのかというアンケートに対して、一番多い答えは、進出国の需要が旺盛だから。うん これが一番多いいわけですよいその言った国のののっ国ね税制上優遇あるっていうのはかなり下の方なんですよねうん、うん、でなんで中国に出ていくるのか、なんでアジアに出ていくるのかといえばやっぱり内需が活発で、うんまあ、その国の需要が旺盛だから、物が売れるから、うん、経済が元気だから、だから海外に出ていくというのが一番のやっぱり動機だと思うんですね、でそういう時にただでさえ内需が冷え込みつつある日本で消費税増税してますます内需を冷え込ませるようなことをやればむしろ 消費税増税した方が海外に進出を加速するようなことになりかねないんじゃないかと僕は思います逆にうん。だそうじゃなくってやっぱり僕はね、うん、なんていうかねどの国だって経済を立て直すときにやっぱり内需をどうやって活性化するかということをやっぱ政策判断の軸に据えると思うんですねでところは日本というのはこの間見ると僕はあまりにもその内需をどうやって温めるかということについて政策的なね目が向き、うん 向かなさすぎているんじゃないかなと。でね、内政はやっぱり考え。でも対策は結構やってはいますか。やってますか。だってこれだけこううまくいってないですよ。いやうまくはいってない。うん、それはね。 結果論としてうまくいってないのでだめだっいうことになっちゃうんですけどじゃあ、例えばどういう内需対策がいいのかなって言っちゃうと、意外とね、ねとね中小企業支援を、ねうん、本気でやらなきゃいけないと思うんですよ、例えば、うんあのー、私は、ね、賃金引き上げるう、今すぐにやれること、まあ、安倍政権も賃金上げるって言ってますけども、うんまあ、経団連にお願いしているベースですよね、うん、そうじゃなくて、最低賃金なんで引き上げないんだと、うん、で最賃、最低賃金というのは、これは消費に直接結びつくと思うんですよね。うんうん でじゃあそれをやるとやっぱり中小企業支援が必要だという、うんで、それをやろうじゃないかと、例えば今回、1600億円かけて、賃上げした企業に法人税の減税するというね、うん、じゃあその1600億円を、例えば中小企業支援に向けて、うんうん、で最賃の引き上げに使ったらどうなんだと、でオバマは今、えー、最賃を9ドルにするというふうに言ってるわけです、ね、時給、大体1000円ぐらいですね、いでそういうことをやるために、うん、例えばアメリカなんかでいうと、1兆円近くの。 まああの中小企業支援をやったりしている、フランスは3年間で2兆円だったかな、そういう形で、やっぱりその本当の意味で内需に結びつくような政策を、ね、取るべきでゃないかなというふうに思いますけどね。あの確かにそれはですね、うん、ずっと90年代から景気対策を連発してきましたじゃないですか、政府、も自民党は。うん、でね、そこは本当に効果があったのかと言われると、数字ってのは嘘つかないんで、実はさっきね、ちょっとさっき、 あの調べて改めて調べたんですけど景気対策っていうのは小泉政権の2003、4、5以外は全部連発しているわけですよ、はい、景気対策、ね、まあ公共事業とかいろいろあると、ええ、例えば中小企業の信用保証枠の壁とかいろいろやってきましたと,、ええ、ところが、ですねこれはもうおそらく小池さん詳しいと思うんですがあの生活保護の世帯数、はいええ、あれはどん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 てます化してるんですよね。ええええ、だかからそういううういい点で言うと実はは自民党政治っていうのはなんか 低所得者向け、弱者向けと言ってはいるんだけれども、結果を見ると、そういう生活保護というところが実はものすごく増えている、うん、だリンケージしていないというところ、ええ、こういうところとは共産党とはどういう対策をととうと思っていのかだけトリクルダウンですよね、うん、やってきたことは今まで自民党はね、うんうん、要するにその強いものをより強くする、うん、そのことを通じて全体に行き渡らせるっていう、そういうまあ発想ですよね、規制緩和もそうですよね、ただやっぱりそれではいかないわけですよ、底辺の部分。 やっぱりそう低所得者分の部分、だからやっぱりそうではなくて、直接、一番、まあ、賃金でいえばボトムのところをどうやって引き上げるかというところにあの政治のやっぱり中心的な、ね、こう政策の,あの方向を向けるべきで、それやってこなかったというところが一番大きいんじゃないかなと思いますから、産業政策でいえばやっぱり中小企業支援で、賃上げ、最低賃金の引き上げ。 から雇用問題で言えば、まあ、ここは意見違うかもしれないけれども、やっぱり賃金下げてきた最大の理由は雇用の流動化、非正規雇用化ですから、うん、やっぱりここはやはりきちっと規制を強める方向で、労働法制を見直していく、こういったことは必要だと思うそうこれも, <laughs> もからあんまり意見合わないんですけど、<laughs> あのその象徴はやっぱり、派遣労働規制の緩和、あれ、2003年か4年ぐらいに、えー、えっと製造業の派遣規制を大幅にこう緩めたき、ね、ましたね。えー 緩めた時はまあそれは良かったんだけれどもその後リーマンショックが起きて、うん、あのね国内でいろいろありましたです、ねうん、でこれはね小池さん、私こう思うんですけども確かに派遣切りと言われるものが最初に起きてしまったそれなぜかというと正規社員切るよりも派遣のが切りやすいからっていうまあ安易なねそういうい発想だと思うんですがじゃあ、どうしようかって言うんで当時はあれ自民党政権で何を起こし,何を起きしたかというと派遣規制許強化しよう。はい となったんですけれどもだけど、私、いつもこれ,これね、あの貸金業法の時の多重債務者問題と非常に近いと思うんですけれども、その派遣切りが起きました、だから派遣規制を強化するっていうのは、感情論としては分からなくもないんですけれども、派遣切りされちゃった人にがいるのに、派遣規制を強化したところで、その人たちには何のメリットもない。つまりさっき貸金予報と申し上げたのは そ2006年に貸金業法が改正されたと結局新しいと思うんですけれども、多重債務者問題はこうななっちゃったんで、これで貸金業者がダメだめだと言って辞めさせたら何が起こったかというと、多重債務者は引き続き残ったんだけれども、新しく借りようと思った人は借りられなくなっちゃったというのが起きたと。だから、派遣規制もそうなんで、派遣規制に話を戻しますと、あのとき問題になったのは、 切られて失業してしまった家を追い出されちゃったどうしていいかわからないっていう人たちを救うその安全網の方を、ね、きれいに引く例えば住宅手当とかそういったものを引くというところになんかね行かずになんか派遣規制ばっかりやっちゃったとっ私ねあの時そんんな風に思ったんですよ、うんまあ、そういう面もあったと思います、うん、だやっぱりその規制を強化すると同時に、うん、あのそのことによって弾かれる人に対する対策も合わせて、ね、きちっとやるっていうことが。 必要だったと思うし、僕は、あの、やっぱりもっとこう。政策の中心をね、あの、均等待遇。なんかの方向に向けるべきではないかなというふうに思うんですよ。やっぱり同一労働同一賃金。うん、で、やっぱりそういうふうにしていけば、あの、企業側にとって非正規。派遣を雇用するメリットはなくなっていくわけだと思うんですね。うん、やっぱり。今、何がメリットかというと。うん 要するに安上がりの労働力に使えるってことがあるわけで、うんうん、やっぱりあの同一労働同一賃金というです、ねまあ、ヨーロッパなんかではまあ基本的な原則になっていると思うんですけどそれをやっぱり原則にするっていうことでそうすればこれはあの正社員化の方向に、ね、こうは向かっていく方向になると思うんでそういうなんていうかな ただ規制を強めるというだけじゃなくてその規制によって弾かれた人に対するセーフティーネットをこれを同時にやっぱり作っていくことと合わせてやっぱり規制のやり方もその中身をうまく工夫してやっていくことが必要じゃなないいいかなとううふうに思いますけど、ねまあ、あのそういう点ではその派遣労働形態が増えればいいとは決して私も思ってませんし正社員というのを本当にどういう定義なのかっていうのを今一度考えてみる必要があると思うんですけど逆にその 例え,ば例えばね、私が昔、大きな組織、役所みたいな、うん、役所みたいといとうか役所にいたわけですけど、はい、ああいう組織って非常に大企業に近くて、ですね、ええ、一旦そこにいると、働く人は本当に働くんですよ、はい、だけど、働かない人がやっぱりずっとこう、いるんですよね、そういうその、の何て言うんですかね、望ましくない正社員の基礎権益みたいなものっていうのが、逆に今の労働法制ってのは守ってるんじゃないかという、そういうのは僕、ものすごく僕ね、あると思うんですけど。 そういうい点それはね逆に企業の国際競争力を緩めちゃうあの弱くしちゃうということに対しての回答ってのはいまいちに僕はね出てないような気がするんですよねうんただね、ね、まあ、そういうふうになっていったら本当にもう正社員も含めてブラック化しますよねもういつでも首切り自由にできるような、ね、仕組みを正社員のところまで出てきたらね、うん、だから僕はやっ,ぱりそのうやっぱり今の。うん 日本の雇用形態っていうのは多分, 4, 分4割が非正規雇用、これってやっぱりおかしくないですか、うん、あ,のあまりにもちょっと非正規雇用増えすぎていると、若い人はやっぱり半分近くが非正規雇用になってしまってるわけですよね、で今、部落企業の問題出てきてるけれども、いろいろとそのお話ししてるとね、かなりひどい労働条件なわけですよ。うん でなんでそんなところで、ね、働き続けるのかなと思うようなものすごい凄まじい労働条件だとところがうんいわゆるブラック業と言われているようなところの人上司からお前の代わりいくらでもいるぞという,ふうに言われてしまうとそうするといくらひどい労働条件でも正社員とさえついていればとにかくもうしがみついてしまうそれだけの雇用環境というか やっぱり一旦正社員という枠から外れると本当にもうどこまでも落ちていってしまうようなねで二度と這い上がれないようなやっぱり今の日本の,この雇用の在り方があると思うんですよね。それをそのままでもっともっと非正社員も含めてあの雇用規制緩和していく解雇をもっとルールを解雇しやすくするルールを作るまあ今、安倍政権なんかもこんなこと考えているようですけどもこういうことをやっていくとね本当に日本中が。 人間らしく働く場所がなくなってくる、ね、それは確かにそう思うんですよ。結構危機的な状況に僕は来てるんじゃないですか、うん、要するに辞めさせやすいって、まあ、あのね、朝日新聞の解雇特区ってあの言葉もけしからんと私思いますけども、あれは私からすると、就職しやすい特区ってあれなんですけど、だめになっちゃうみたいですけどね、うんうん、結果的に。まあ、その言葉のあれはさておき、そのでもやっぱり小池さんね、まあね、こっちはなんだけどね、やっぱり役所とかね、ずーっと守られてるわけですよ。うん、でね 個人名はいちいち言いませんけどね、なんでこんなやつがいるんだっていう人はね、悪いけどたくさんいる、それは。で、それは一気に首切るっていうことではないんですけれども、でもあまりにもね、それはずっとその組織にしがみついているっていうの、これもなんか若手,若手のね、ピチピチ能力ありそうな人、チャンスをなんか奪ってんじゃないかと。それは逆にね、いや、それで派遣規制を緩和しろって意味ではないんですけれども、あまりにもね、正社員のその優遇、 することが望ましくないような人までなんかこうしがみついちゃうようなそれもまた問題だと思うんでですよねでもそういったことで正社員のところをね緩くもっとこう不安定なね状態に身分を持っていったらば結局、その優秀であのもっともっとか活躍してほしい人たちの労働条件だって一緒にもっともっと悪くなってきます全体としてこう 悪化の方向に進むんじゃないですかだから、ね、セーフティーネットだと思うんですよ、ねうん、いやだそれはセーフティーネットだけですくっていうのは、ちょっとあまりにも貧しい社会じゃないですかね、やっぱり雇用そのものでしっかり安定させていく方向に、うんうん、僕は政策は持っていくべきだなというふうに思いますよね、雇用の方はもう、まあ、なんというか、サーカスのつながたりみたいなのをさせておいて、落、ま、っ、あ、こってもセーフティーネットがあるからいいよっていう社会は。 僕は健全な社会とは言えないんじゃないかなというふうに思いますそれでね、あのセーフティネットというと、やっぱり日本では、やっぱ生活保護ですよね、うん、これはまあ憲法で保障された一応権利、はいはい、最低限の権利だということで、生活保護法というのがあって、うん、まあこの間、改正案が出されたんですが、最後、国会のごたごたでもって廃案になっちゃって、はい、どうも厚生労働省はもう一回再提出してという勢いなんですけれども。 小池さんは今の,その,最,低の最低限のセーフティーネットたるこの生活保護制度、本当に、ね、毎月毎月、過去最大を更新し続けるわけですよ、ええ、受給者数もその費用も。生活保護制度をどういうふうに改善というかね、どういうふうに改正していけばいいんだどんなふうに。これあの、僕はやっぱり、なんでこういうふうに生活保護受給者増えているかというと、うん、やっぱり雇用があまりにも貧弱であると。うんうん であるいはその失業保険なんかの制度が、うん、まあ本当にこう日本の場合はですね期間も短いし失業程度の額も低いですよね、うん、それからやはりその医療、あるいは介護にまあ費用がかかりすぎる、そしてあの今、一番生活保護が増えてるんで高齢者ですよね、年金がやっぱり貧しすぎるわけですよ、うん、国民年金でいうと今、平均で月4万9千円え円、うん、え女性の厚生年金だと平均で11万円ぐらいですよね、だからこれ、暮らしていけないわけですよ。うん やっぱりそこをもっともっと安心できるものに知るということが一番大事でそれをやらないからどんどん,どんどん生活保護にも行ってしまうということが、ね、最大の問題ではないかなとうう思うのと、うん、あと生活保護がその日本はなんかあの使いすぎているように言うけれども生活保護の予算の率ということを、まあ、国際比較で見てみると日本は対 GDP 比で0.7%です。 だから、アメリカ3.7%イギリス4.3%ですねだからあのヨーロッパの国に比べて、まあ、いわゆる生活扶助、生活保護制度の公的予算の水準はものすごく低い、うん、でもしフランス並みのこう生活保護予算にすると、まあ、10兆円ぐらいあの増やさなきゃいけなくなるしアメリカ並みだと、まあ、18兆円、うんでまあ、そこまでしろとは言わないけれども私はあの決して日本の生活保護があ,のなんうかあまりにも お金を使いすぎているっていうのはちょっとこうミスリードではないかなっいうふうに思います。たださっき私はそのね小池さんのコメントの中で一致するなと思ったのは、うん、あの確かにその医療っていうのはものすごく膨れちゃって,って、ええ、まあ日本の財政でいうと一番大きなもちろん年金なんですけど、はい、その次に医療があると、ね、だいたいまあ三十九兆九兆なんでもうすぐ四十兆超えるだろうと言われてますね、ええ、それで。 生活保護も、ね、半分は医療なんですよ、ね、そうです、ね、これ高齢化ででこの医療とか、まあ、年金なんかもそうですけれども、うん、さっきの,その消費税の話にも臨機するんですけれども、まあ消費税なんてそんな簡単に上げられるもんじゃなくて今回だってあんな大騒ぎしてるいやそうだと思いますよそうするとねだけど社会保障が増えていくってなった時に財源をどうするかっていう議論もあるんですけどもう一つは歳出年金や医療っていうのはもう二大巨頭なわけですよね。 これをその削減していく、縮減していくっていうことの努力っていうのを本気でやっぱ国会議員とか政治家たちが考えと。あの全体として削減をすべきだとは私は思いません、やっぱり今の日本の医療とか年金の水準は世界の水準から見たってそんなに高いわけじゃないですよね、あのむしろあの対 GDP 比で社会保障の給付費っいうのは、日本は OECD の国の中では下位に属する。 医療は特にに近い水準ですよね、うん、ただ、中身は問題だと思っていて、うん、この間、医療費で圧倒的に増えているのは薬剤費なわけですよ、調<薬>剤費、はい。今、あのーまあ、日本の医療費をこう、えー、分類すると、うん、病院診療所あるいは歯科診療所によりもあの歯科診療所よりも調剤薬局の方が多いんですよね、<ー>医療費の。やっぱり薬剤費がどんどん,どんどん増えていることによってそういう部分がある。うん、だからやっぱり あの薬価の問題にはあのメス入れる必要あるんじゃないかなというふうに思いますあの高すぎる部分はただトータルとしてみればあのー、対 GDP 比でのさっきも言いましたけども社会保障給付費は日本はむしろ少ないわけで年金なんかはやっぱり今の公的年金水準は低すぎると特に国民年金は、うん、これはね引き上げないといけないと思いますよだけどもこの財政規模でね あのまあ、明確な回はないんですけれども、でも、こんだけ借金がなんか国と地方合わせて1000兆を超えちゃったと、で消費税だって、こんな簡単に上がらないとでいろいろあ、いろいろ意見はあるけれども、所得税、法人税が上がるっていうのも、まあ、復興増税みたいなのはあるけれども、あれは特別なケースであって、平時の時になかなか上がるようがないってなると、いや,やっぱりだけど、どこ減らすんですかねっていう,ふうになると思うんですよね。 まあだから社会保障全体として、あの今の水準よりもトータルとして下げることは、それはすべきでないと。いや社会保障はダメだとしても、ええ、他に。例えば教育費にしても、公共人業費しても、いろいろあるじゃないですか、中退費、中小企業対策いろいろある。防衛費もありますね。今,今の日本の財産数で言うと、やっぱり一番こうメス入れるべきところっていうことで言うと。あのやっぱり軍事費のところだと。防衛費。思います、ねまあ全部なくせなんても,もちろん言ってないし。うん あの半分以上は人件費なわけだからここはなかなか手をつけられないと思いますけども正面装備、新しい装備だけでも1兆円ぐらいありますでこういったところはやっぱり見直していく必要あるんじゃないかな、まあ例えばヘリコプターとかね災害救助には立つものまで全部やめろとは言いませんけれども、うんまあ、例えばこの間でいうとヘリ空母とかねかなり最新鋭のものを入れようとしている、うん、から戦車でいうと一丸式戦車なんていうの、ん、去年、今年から、ね、導入しているでこういったことはやっぱり見直していいと思う。それから原発 といこれでまた小池屋さんとままた喧嘩公共事業はね、<発>なかなかねこう、トータルとしてじゃ削れるかっていうと、うん、今やっぱりその中身が問われていると思うんですね、うん、やっぱりあの、まあ、でも、消費税上げるといった途端にに、ね、新幹線計画とかいろいろとねこう、うん、吹き返してますけれども、やっぱり中身変えて、橋の老朽化とか、 まあかなりインフラ整備やらなきゃいけないところはあると思うんですね都市部の下水道もそうなんで,うねそうですねだからそういったところにはもっとお金を使わなきゃいけないから、うん、公共事業をばっさり削るということで財源なかなか出てこないと思いますけれども、うん、むしろやっぱり歳出よりも僕は歳入であのできない、できないと言うけれども例えば証券優遇税制ありますよね、今10%じゃないですかあの株式の取引、譲渡益、配当課税これはやっぱり低すぎるでしょうと。 でこれはもうあの、本則に引き上げるということをやるべきだというふうに思いますし、うん、あと社会保険料もね、僕は、あのー、上限あるじゃないですか、頭打ち、あのー、標準報酬月額のはい、はいで、あれは取っ払って、やっぱり天井、青天井でね、きちっと、あ保険料の方ですね、うん、保険料のところ、ああこれはね、取っていくということをやった方がいいと思いますよねあの今の証券税制も、私はできないというよりも、うん、まあ政治的には難しいかもしれませんが、仮にやったとしても、 証券例えばね、証券税制なんていうものは、あんまり大した金額にはならないんですよ、だから要するにね、足りないんじゃないかと、あのー、いろいろそんな細かい税減税措置をやめるのは、それはまあ、構わないと思うんですけれども、だけど、トータルで何兆円っていうのが足りないときに、何百億、何千億、せこくやったところでしょうがないんじゃないかという思いがあって、うん、そうなるとやっぱり支出の方をね、一番やる、ある年金とか医療とか、そういうものについて、 縮減していくようなこう、そういう政治メッセージをこれから僕は必要僕たちはあの財源、具体的に示していて、例えば所得税、住民税は、えー、65最高税率65%まで戻すと、所得税、住民税の、ね、トータル 65%, <殊>65まで戻す、最高税率ですよ、うんうん、それから、えー、と相続税も、まあ、今50、50%まで下げましたけど、70%まで戻す。うん からそれとは別に、やっぱり資産課税をもっときちっとやる必要があると思っていて、やっぱり富裕税という形で、想定しているのは、相続税相当額で5億円ぐらいですけれども、ここにあの資産課税をかけていく、所得税、住民税65%っていうのは、大体ですねえっと、0.1%ですよ、人口対比でいうとね。 まあ本当にごく人にそうです、ね、そういったところにやっぱりきちっと負担を求めていくこととか、はい、あと、あのー、為替投機課税、はい、国境を越えて飛び交う投機マネーにあの定率であの課税をすることによって、まあ、こういうい投機マネーの動きも抑制していく、まあ、これ世界でも結構そういう検討が今、始まってますけれども、まあ、そういった形で財源を確保していこうじゃないかということを具体的に提案しているし社会保険料についてはまあ青天井の。 制度にね変えていく、ああ標準報酬月額の上限撤廃するというようなこともやろうじゃないかと、それから法人税は、さっき言ったようにみたいに、課税ベース狭くしている、今の問題ありますこれはもうきちっと実効税率通おりねやっていくということと合わせて、僕はね、法人税率も、今、世界中で税率引き下げ競争をやってますけれども、これはね、行き詰まると思うんです。 各国にとったって結局、税収をこの減らしていって首絞めることになってしまうわけだから僕はやっぱり国際社会にちゃんと呼びかけて法人税率をですねお互いにまあ国際協調で維持しむしろ引き上げていくそういうことをねやっぱり呼びかけていくこういったことをやらなきゃもうだめだと思うんですねだからそういった形でやっぱり所得税法人税のところで大体ああ78兆円ぐらいの財源を作っていこうじゃないかということとあとはやっぱり 景気を本当にこう立て直す内需拡大で活性化していくことによって自然増収を増やしていくということが必要だと思ってますのでまあこういう経済改革、それと先ほど言ったまあ歳出の見直し、これはまあ2兆円ないし3兆円ぐらいしかできないまあ民主党政権は16兆円ぐらい歳出の見直しで出すってたあ,れあれも絶対できないとは思いますけれどもやっぱり3兆円程度のやっぱり歳出の見直しは私はできると思っているので,でこれでやっぱり、あ。のー 改革によって20兆円ぐらいの財源を作ってでそれに加えてあの経済の立て直し内需主導のお経済改革によって自然収、うん、増収20兆円ぐらいでこれでトータルで40兆円ぐらいの財源を作っていけば、うん、高齢化のピークを迎えるような2025年ぐらいの、ねうん、まあその段階でも社会保障の財源を今のヨーロッパ並みまで、ね、引き上げてクリアできるじゃないかというそういう提案を私たちしてるんですよ。でやっっぱりそういういいい国を作っていきたい だから、共産党が政権取ったら、まあ、連立か単独かは別として、そういうのをもう本格的に出していくと。やっていきたいと。あそれでね、ええ、これ、いろんな人に聞かれるんですけど、<laughs> なんで共産党って名前、ずっと共産党なんですかね。いや、それは昔から共産党ですからね。<laughs> だけどね、だけど、世界的に見てですね、うん、悪いけど、あんま流はやんねえんじゃないか、共産っていう、だからその、かつてのソ連とか、あるいは今の中国とかね。 あのー、ああいう国をモデルにしたような国を作ろうと思っているわけでも何でもないですよ、やっぱ全く新しい道を歩もうと、もう当然民主主義ですよ、ね、日本,日本共もちろんですよ、だって今のこのご時世で、一党独裁とか、なかできるわけないし、そういうその民主主義を壊すようなことに一番反対しているのが共産党なんですよね。 <今>これ安心しましたいや、そう,そうですよ、だって、あの地域の共産党へ見てくださいよ、いろんなこと、民主的でないって大騒ぎする、みんなその頑張ってる人たちじゃないですか、そういう共産党がなんか、あとね、えー、やっぱり経済でいうと、今、資本主義じゃないですか、うん、どうしてもね、共産主義って頭にあるんですよだから私たちは、あの今の資本主義という仕組みがね、うん、じゃあ未来永劫、続くんですかと、うん、そんなバばら色ですかと、今、これだけ世界経済、大混乱してるじゃないですか。 あるいいいは地球環境の問題だってて解決でできてななじゃないですかやっぱりその今の資本主義という制度のままでここで人類の歴史はもう打ち止めとそんなことでいいんですかともう一歩先行くことができるんじゃないかとでこれはねなんか今すぐやるとか現実の,この選挙でなんか共産主義の社会にしましょうなんて僕ら訴えてるわけでも何でもないですしそういう言葉聞いたことはないですよねいやそ,それはもうずっと先の私たちのまあ言ってみればロマンというか未来のこう展望であって それをすぐ実現しようっていうんじゃないけれども、でもやっぱりその資本主義のままでもう日本世界の人類の歴史は終わりますよって、そういうことじゃない、もう一歩先行くことはできるんじゃないかなと、なこれ言っちゃいけませんか。そんなことないですよ、もう言っちゃってるじゃないですか、<laughs> いや言っかね、これやっぱりね、私たちはあのうん頑張って言い続けたいなというう、まあ、だから政治家の無念感を掲げない,悪ないそういう目標を掲げて頑張ってるから。 いいろろとこう起こってくる問題あるし日々起こってくる問題でもやっぱ、ね、僕はぶれずに頑張ることができる。 いやー、しかし小池先生、苦労されてるな<え>、まあまあいい、もう一つあの、ちょっとこの間、ね、触唱気味で終わってしまった、この原子力エネルギーの問題なんですが、これ、また小池さんといつも喧嘩になっちゃうんですけど、あえてあのちょっとトークバトルしたいんですけれども、まあ、原子力について、共産党は守備一貫しててね、はい、あの震災前からね、もう震災前からですよね、もう共産党はずっと原子力はやめろやめろと言ってて、311、よりトーン打つ嫁だと、要するに、それまでは311までは、うん、まあ段階的に撤退すると。 原発からはそういうい政策だったんですよねでやっぱりね3・11を見て私たちもやっぱり認識やっぱり改めたところあってやっぱりあれだけその本当に深刻な被害を生み出すのかってことはやっぱり今まで実感できてなかったじゃないですかやっぱりあの福島の事態を見てやっぱりこれは段階的にっていうんじゃなくてやっぱすぐになくすという選択しかないんじゃないかというふうにまあまそ,うでそういうご意見は確かに自民党からもね、うん、あのー 出している方いらっしゃいますけれども、うん、その震災前からもう新規の電源原発電源っていうのはもうこれはもう事実上無理だったというのは私もそう思うんですが、その今小池さんおっしゃいましたように本来は段階的にやめていくっていうのが元々の予定だったとで共産党と自民党の違いっていうのはその時期が違うだけであってやめる方法としては段階的にもう順次やめていくっていうのはこれは前から実は同じで。 自民党はでも段階、やめるとは言ってなかったでしょう。いや、言わないだけですよ、言わないけど、現実問題新規でいきませんよそれは3・1・1の後はね、いや、前からできないです、そうですか、でも、増設はできます、民主党政権の時にですけども、原子力基本計画で原発の新増設、かなりあれはね、数字で書いてるだけ、だって、私が言うのも変ですけど、実現しないじゃないですか、当然実現しないとゃないですか、前から、あれなんだっけ、国のね、エネルギー計画みたいなのがあって。 あのえー、みたいじゃないエネルギー計画があって、大体、はい、原子力の比率を高めて、うん、例えば何,何年間で20基作ろう、うん、そんな、できない、うん、震災前からできないんですよ、あれは。うん、だできないから、もうね、新規はできない、だ僕は原発の問題というのは、季節の原子力発電所をどういうふうに、はいそまあ、処遇、処遇というか、やっていくべきかというところにすごく議論を修練していくような気がするんですが、3・11以降、共産党は段階論はもうやめて、ええ、即,即時ゼロと。やろうと、うんで そこでね、うん、いつもこの話になるんですけども、そんな簡単に全部やめるってなっちゃうとね、うん、ものすごい費用が発生して、うん、あと一気にやめて動いてないと、で現に料金上がってますよね、で今日の経済産業省、昨日かによると、2013年度は、3兆6兆六千億、ちょっと為替レートをあれして、この間まで3兆8千億と言ってたのが3兆6千まあ言ってみれば1日100億ですよ、はいで、これはもう歴然とした事実で、料金も上がってるっていうことを、やっぱり総合的に考えると。はいはいうん やっぱり小池さん、うん、段階論なんじゃないですか。いや、あの段階論っていうことで言うと、そのまずね、まずその原発即時ゼロできるのか。今原発は稼働してませんよね。原発ゼロですよ、ね、稼働はね、今日はね、今は。で、それでも、電力供給は。まあ、間に合ってるわけですよね。現実にはね。で、この夏だって、結局多い三号機四号機だけで。 であの猛暑の夏乗り切ったわけですよね、だから電力供給については、国民、今、みんな協力しようという体制になってきてますから、これは乗り切っているわけですよ、で私たちはやっぱりこのまま廃炉に入っていくと、で一気にその全部、明日から廃炉にはできないと思うけれども、廃炉の作業にも入っていくべきだと思うし、何よりもね、やっぱり福島の事態があるわけじゃないですか、やっぱ汚染水が、ね、あれだけの危機ですよね。 あれだけその安倍さんはもうコントロールされているブロックされているといった以上国際公約ですから国の総力を多分原子力関係のもう国の、まあ、部局は全部福島に集合してもうあの再稼働に向けた地層調査なんてもやめて全員やっぱり、ね、福島に集結をしてでこの解決のために集中すべき時だと思うんですねでそれ考えたら再稼働の作業なんてやってる時じゃないでしょうというふうに思いますだから費用の問題でいうと3兆6千億円って今日数字出たけれども これはもっと安くできるんじゃないかと、この間、やっぱり、やっぱりだって安い天然ガスを買おうと、だって、またっていうけれども、だって、LNG 参照会議、経済産業省も今呼びかけてやってるじゃないですか、ちょっとなんか談合っぽいっていうのは、談合してるならいいんですよ、談合しやすくなるなら、こんなハッピーなことはただ、あの会議でも、茂木さんも日本の LNG 価格は、アメリカ国内価格の約4倍だということで、 やはり高すぎる LNNG から脱却するんだっていうことをこうおっしゃっているし、けどやっぱりこれはね経済産業省だってこうそういう問題意識持ってるわけじゃないですか。それはまさに紙の上でいやだけど、でも<や>ご存知のくせになぜ高いかいい本当にも、だめ、うん、シェールガスなんかもねやっぱり出てきてるわけだから。うん やっぱり今の,そのシステム、うんうまあ、原油価格と連動するような形をやっぱり変えていくってことをやって、それ安くしていく、ここね、そこは確かに今までその確かに総括減価といってね、うん、あの保障されていた部分があって、うん、それで甘かった部分がないかと言われたら、それは確かに反省する点はあるんですけれども、ええええ、ただ、僕ね、本当、この話はね、 時間軸をすごく長く取らなきゃいけないと思っててガスだってシェールガスみたいなものがどんどん流行ってくればねそれは私はいいと思うんですで。日本が本格,的にね本格的に政府を挙げて努力し始めたってこれは一つのある意味では成果ですよだけどもやっぱりこれも時間がかかるそんなね一番最初のシェールガスっだって2017年だと3年ぐらい先だというような4年先かってな話になるとなかなかいかないという時のそれまでじゃあ高い電気料金を 受け入れるかっていうのは僕はねそこはね小池さんねいやでもそこそ<の>うんやっぱりねこ,こんなに財政が悪いときに少しでもね、うん、生活コストを下げなきゃいかんっていうときに少しぐらいはそういうことをめくばせしてやっぱり私はね入るは当然するんだけれどもそういうせっかく使えるものをなんか塩漬け状態にしとくというのはこれは不見識なんじゃないかと一つあるのはじゃあその三兆六千億円がそのままずっともう行くのか。 そうじゃないですよ、やっぱり火力当面はやっぱり5年、10年はやっぱり火力にいって頼らなくちゃいけないと、まあ明日から自然エネルギーでやります、そんなことはできないことは私もわかる、うん、ただやっぱり5年ないし10年間の間に本格的にやっぱり自然エネルギーに切り替えていく努力をする、でドイツは実際やったわけですよ、ドイツは2004年にはあの発電量の4しかあー9%しかなかった自然エネルギーを今20、20%まで持ってきている、この7年間で。だそういうい努力を、ね、やっぱり日本も この切り替えの期間にやれば3兆6千億円の化石燃料がずっと続くわけではない、これがまず一つあると思うんですね、それからやっぱりね、低エネルギーのもっと努力をしていくということを本格的にやっていくべきですよ、これをやる合わせていくということをやっていく、これをやることでやっぱりあの、一定最初の時期にまあ電力料金が上がる。 でそれは家庭用の電力料金だけではなくて産業用の電力料金も上がることが結局、あの不可になるってのはそれは分かりますただ、やっぱり今あの多くの国民が考えているのはやっぱりこの原発の、ね、問題を考えると多少のやっぱりコストがあったとしてもやっぱり原発から抜け出るような社会を作りたいとうう考えている方が僕は多数派になってきているとそれからもう1つはやっぱり、ね、原発はじゃあ安いんですかと。でこれから この福島事故対策を踏まえた徹底したですねあの事故対策あるいは避難計画それから避難地域だって大幅に広がるでしょうでそういったことを考えた場合にままたこれ以上広がりますそうでしょうね、やっぱりねだってあの対象自治体増えるでしょ、これは明らかにねでその時にじゃあ原発は本当に今までのようなコストでやれますかと僕はもっともっとコストかかることになることは間違いないんじゃないかなというふうに思いますしこれはまあ そんなことは絶対あってはならないと思うけれどももし原発を再稼働してまたああいう事態がねもしどこかで起こったらば私はその時はもう日本の経済どころか日本という国の存在自体が危機に瀕んるようなことになるわけじゃないですかそういう可能性がある時にこれから日本が地震の活動期に入っていくという時にやっぱりこの危険をとにかくこの危険から国民財産この国守るっていうことを 僕はあの政策のプライオリティをそこに置くっていうことは、あのー、決して間違ってないと。まあ、思います。けど、ね、そろそろ反論してもいいですか。はい、どうぞ。新エネの方なんですけど、ええ、確かに新エネってのは燃料費もただらしい、国内で取れるのは私もいいと思うんですよ。で。 あのー、自分もそういうものを見てきて、本当にこの将来ね、太陽光とか風力とか、あるいは日本は地熱発電なんかもあるので、うん、そういうものがどんどん流行ってくれば、地熱なんてゃうのは、だって世界で2位か3位ぐらいのポテンシャルよャル、ね、アメリカとインドネシアと、そんじゃ日本ですか、そのぐらいのものができればいいんですけれども。うん、小規模水力だって日本は だから、それは僕はいいと思うんですけど、はい、でもやっぱりさっき言ったようにタイムレンジっていうのがあって地熱だって作るのに10年ぐらいかかると,かかると安定条件ですよ、それ,それね、うん、太陽光風力は確かにドイツではいろいろ入れてますけれども僕はやっぱりここで言わなきゃいけないのはものすごくサーチャージといって再,エネの再生エネルギーの付加金というのが日本円にしてドイツはもう1000円を超えているしスペインでも。 2年ぐらい前にもうすでに日本円にして900円を超えてるっていう突き当たりですよ、事実があって、僕はね政府もそうだし、それはね自民党もそうだし、共産党もそうなんだけど、政治家の方や官僚の人っていうのは、その自分もそうだったんで、あまり人のこと言えないんですけど、いいとこしか言わない、だけど、こういう、まさにコスト負担とおっしゃいましたけど、このぐらいのコスト負担があって、どうですか で原子力も同じですよ、すようん、このぐらい使用済み燃料が出て、バックエンドがこのぐらいかかりますというのを出しながらやるっていうのをやって比較しないと、これね、だって小池さん、新エネはね、や増えたってほんのちょっととお分かりでしょう、実際は。でも新エネはね、そうだそうだとおっしゃるけれども、うん、じゃあ原発をこれから再稼働させましょうと、うんね、使用済み核燃料出てくるわけですよね。ね、これどうするんですか、じゃあ、再処理ってのはもう、ね、破綻してますよ。 でそうすれば、やっぱりこれは直接処分しかないわけで、やっぱり私は今の段階で今出てる、まあ、使用済み核燃料をとにかく安全な状態で、まあ、あ確保することで精一杯じゃないかなと、うん、でこれ以上ね、やっぱりこの、まあ、処理の手段すら定まっていない使用済み核燃料をこれ以上出していくということ自体が、うん、私はこれはやってはいけないことだとだからそれについて言う,とうそのコストも考えればね、うん やっぱりあの私もねいいことばかりだと言うつもりはありませんさっき言ったみたいに、うん、それはやっぱり火力に切り替えればそれコストかかりますよ、当面でそれで負担にますから、ね、まだそうだとしても、うん、それはやっぱり今、日本の国民はやっぱり原発のこの、ね、愚かさ原発の恐怖に比べればそこはある程度受け入れようじゃないかっていう世論調査なんかやるとねある程度、それでゲー電気料金が上がってもやむをえないっていうことの答えている方がね多数ですよ、<え>世論調査見ると。あのねうん いやこれ僕ね、ええ、世論調査で確かに、ええ、原発やだっていうのがいまだに多いと思います、はい、だけど今前、前段でおっしゃった料金が高くてもっていう質問をしてる新聞社って見たことない,いやあ,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 ありました、そういう世論調査、ちょっと今すぐに出てこないけども一定それで電気料金上がったとしてもやむを得ませんというのが多かったんですよ。ただねうん まあ、僕だって原発なんか嫌ですよ、なんらしもの。だけども、例えばアメリカのスリーマイル島で事故が起きたと、チェルノブイリで事故が起きたと、であれも非常に不幸な出来事だったんですけれども、スリーマイル島もチェルノブイリ原発も、事故を起こした原子力はもちろんダメになりますし、それは廃炉にしますと。だけども、他のとのろっていうのはやっぱり通常運転をしてるんですね。小池さんね、日本は菅さんがね、浜岡を無理やり止めたでしょ。 ね、ああいうのってねス,スリーマイル島の事故と福島の事故はこれ事故のやっぱり、ね、規模が違うじゃないですかチェルノブイリチェルノブイリはねソ連、ロシアのやってることを我々は支持してるわけではないから、うん、これは何とも言いようがないですけどね,けどねだから私は言ってのは辞めるなら辞めるでもって段取りを決めて、うん、ぜひねそれは。 さっきも小池さんおっしゃいましたけど、いいことばかりじゃないことは分かっていると、新エネについても火力についても、うん、でもそれだったら、そういうその費用がかかるということをきちんと説明しながらやらないと、なんかただたりだ出す原発でどうのこうのって言われちゃうと、そのそれ本当に金がかかるそれはだって、うん、それみんな分かってるんじゃないですか、実際に電気料金上がっ,ってないと思いますよ、それはなぜかといえば、やっぱり原発が止まってるからだというふうに分かってるわけですよ、ただ今、世論調査をやると、うん、やっぱ再稼働はどうですか これは、ね、反対がやっぱり6割、7割ぐらい出てますよね、再稼働は。これがやっぱり国民の今の声なんですよ。いですかいや,消費いや、消費税まあ最近の世論調査だときっ抗してますけども、うんう後期、後期医療制度だとそうですよね、直前にもって反対が8割とかなんとか言って、だからね、それはね僕はね質問の仕方があると思うんです、本当にね全部開示してだめだったら、それはもうしょうがないと思うんですけれども、僕はねそこは役所というか、メディアの方も官僚のもそも、その政治の方も、僕はすごくそこは、 あのー、なんかちょっと勝ってってんじゃないかなっていう気があるのでぜひ、やめるにしてもそのちゃんと全部言ってほしいんですよね、うん、そ,うそうでないと後になって実はこうでしたって言われるのはすごく僕はもうやだと思うんですよねただ、そのコストの面でいうとやっぱり原発じゃあ再稼働する原発がこのローコストだとこれやっぱりね、この福島の。 事故を踏まえたらもう成り立たない議論だと私も思いますよいや事,故は事故費用は,あ事故はかかりますよあの立地自治体に対する交付金なんかも含めれば、うん、事故起こる前だって、うん、実はあのランニングコストは実はそういったものを含めれば高かったんではないかという指摘もあるわけじゃないですか<あ>大島健一さんなんかそういう指摘をされてますよねそれ,それはねあの、うん、ちゃんとコスト計算しててそれはそんなにたいあの原子力ってのは今ですねだいたい ちょっと細かいんですけど 1kW あたり9円と言われて,てそて確かに交付金とかってあ,れあるんですよ、あるんですけれどもそれ自体を全部入れたとしても0コンマいくつってことでそんなに変わらないとこれだけはちょっと言っておきますけれども、うん、ただいずれにしてもそのじゃあ本当に安いのかと言われたら新設はもう全然だめですよ。 そんなものは高くてだけど、一旦作っちまえば、ランニングコスト自体はね、それは燃料費は極めて安いのでというところも、きちんと僕は全部説明しながらいやそれともう一つは、使用済み核燃料の処理ですよ、うん、そのコストは考えてらっしゃるんですかそれ,それはね,ね、あのー、これは僕は震災以降、原子力委員会の方でもね、それまで全部再処理だったわけですよ、ところが、まあ、ちょっとそれもさすがにさあっていうんで、最近出てきたのは、まさにおっしゃったように、直接ね、もう出たものは全部直接処分しちゃおうという話が出てて。 まあ政治的にはまだ決定していないみたいですけれども、僕はこれからはやっぱり全部最初よというのは、その直接処分を考えながら、両方研究していくというのはありだと思いますけどね、うん、でじゃあ、じゃあ直接処分をするということになった場合、うん、じゃあ、どこでやるのかということですよね、うんで、その場所すら決まってない。それはだって40年ぐらいかけて決めるんですよこもんね。 やっぱり再稼働して使用済み核燃料を出してしまうっていうのは、うん、私はこれは無責任だと思います率直に言ってそれはね、うん、確かにそういうふうに言われると、うん、あの一瞬そう思うんですがあれはあの世界各国そうなんですけれども原子力ってそのものすごく長い事業ですので走りながら考えようということで各国日本もそうなんですけども各国スタートしてるでこれが無責任と言われれば無責任なんですけどがそういうふうにやらなければ、うん、日本の場合にはオイルショック以降のあのトラウマを出せなかったというのはあるわけですね。それは 各国そういうのがあるんですだから僕はね、そういう説明が足りなかったと思うんですよす走りながら考えると言って、うん、何も考えずに走り続けてきたのが かのそんなこいですよだっ,だってこの福島の事態になるまでに、こういう事態を何も考えずに原発を作ってきたのは事実です、ね、それは安全神話に乗っかったのは、でしたねそれ,から,、えー、そねそれから再処理の問題についての何の答えも出さずに、突き進んできたということも事実ですよね、そういう意味で言うと、やっぱりこういうやり方を本当に今、反省する時期に来ているし、やっぱり立ち止まって考える、冷静に考えるとすれば、やっぱり僕は今、再稼働という選択肢はありえないと。 これはいくらコストが高くなるというふうふに言われてもやっぱりそれを上回るコストが原発にはあるそして、やはりその再処理という、ね、あの使用済み核燃料の処理という全く答えの出ていないこの問題に対してやっぱりその再稼働ということで逆にその再使用済み核燃料を増やすという選択肢はあり得ないというふうに思います。ただ原子力は稼働すもあと、ね、3分ぐらいしかなくなっちゃったんですよ <laughs> なんか今日は消費税と原発で終わっちゃいそうなんですが <laughs> あの最後にちょっと申し上げたいのは原子力は稼働すると、ね 化石燃料費の減る分だけ、私がこの間試算したら、柏崎では欧米並みの稼働率にすると、大体9800億円ぐらいは利益として出てくると、だから、バックエンドの話ね、さっきの最終処分の研究とかなんとかっていうのは、そういう費用をちゃんと、そこから積み立ててやろうって話を欧米並みの稼働率に日本の原発はできないですよ、技術的な可能ですよ実態として全然できてなかったじゃないですか、や事故続きで。 そんななことないあれはね、ね日本はね、いや、日本はね、うんうん、火力発電所もそうなんだけど、止めすぎ、<laughs> いや、それはね、まってご存知のに、<laughs> 止めすぎなんですよっていうような話をね、もっとね、ひ,あのひけらかして、これからもやっていくべきだなと、私は思いますよ。どうせ 新設はでできないんですから、ええ、もうだから、季節の中でどう泳がせるかという,ようなことで小池さん、あの実はですねあと2分ぐらいに、ええ、<laughs> なってしまったんですけど最後2分でですねその臨時国会もう10月15日から始まるそうですけれどの最後に一言そ言、展望論、どういうふうにああの国会に対して、ええうんあのー、共産党の主張は主張としてしっかりやっていくつもりではいるんですけど、ど、うん、あいろいろと思いっきり柔軟にいろんな国会、 仕事をやっていきたいなと思っていて、まあ、今、一点共闘っていって<う>、まああの、いろんな問題で意見が違っても、一点でこう意見が合えば協力する、あの党とそれこそ TPP なんかでは自民党の中にも反対の人たちいますし、うんまあ、そういった人たち、あるいは農協とか医師会とか、うん、あるいはその原発の問題でもいろんな党の中にいろんな考え方の人ています、そういう運動、あるいはその消費税の増税、来年の4月の増税はだめだよと、こういうところを力を合わせる。 そういうね、もう本当に、だね、消費税は、うん、あと2分か消費税は5%凍結 ?5% のままで、私たちはずっとと思ってますけど、とりあえず来年はやめようよというところで一致してやると思けますよ。よ <laughs> いや、本当にいや法人税今上げろと、今すぐ上げろと言って、今やろうとしてると、法人税減税をして消費税を。 増税するでしょ、うん、あれはちょっと違うんでしょ,ょしうすけど、ね、復興増税やめちゃうとかね、やっぱりこれはやめましょうよという話で、まあ、これから法人税をじゃあ上げるかどうかというのは、これはまた次の課題だし、まあ、さっき言ったみたいに日本だけでやるというのは、なかなか無理だと思うから、それはもう次のステージの話だと思います、今はやっぱり消費税の増税をして、法人税減税するんです、そんなご無体な話はやめてくださいよというところを訴えていきたいなと思います、うん、確かにそこはちょっと減税しすぎなんじゃないかというのは。 ありますけれども、うん、内部留保増えるだけですよ、なことやったって、結局、企賃金上げるなんて言ってますけどこれはまた時間通りいかねえないな <laughs> 企業の内部留保って別に現金で残ってるわけじゃないです現金の部分もある、かなりもいや、さそら、少しは現金設備投資全然増えてないわけだから、やっぱり今、増えてるのは、やっぱり現金預金、証券、金融化証券。はい じゃないでしょう。小池さんスタジオの事情で、ごめんなさい、はい、もう30分切っちゃったんで、はい、ちょっとこの議論尽きないでまた機会作りますので <laughs> また来ていただけますでしょうか、はい。あわかりましたよししまえ。よろしくお願いします。これで今日は終わりたいと思います。どうも小池さんありがとうございました。ま,したまたよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。